武士を目指し、おじいは残酷いりゃ。10時になってロッテリアになりました。自宅待機成功。今日は11時からだけブーストあんのかな、 1.1 だけど2時まで。まあないよりあった方がいいかぐらいな案件だね。暑くなりそうだけど頑張ろう。明日以降はしばらく雨出て、もしかしたらできないかもしれないからね。今日できるだけ長くやりたい。一応月木のクエストは一番低く設定しといたけど、まあできるだけ今日のうちに25回に近づけたい。まあリゲイン飲んだし、やれるまでやろうかな今日は。
お疲れ様です。ウーバーイーツです。雨から分かりづらいな。ピンは公園に打たれてて、で外私になってるけど、で住所がちゃんと入ってなくて、だけど、番地と部屋番号入ってる。どこで渡すんだろうこれ。お客さんに連絡を取って住所をちゃんと教えてくれるか、公園の刺したピンのとこに行きますよって連絡はしたけど、どこ私なんだ、連絡返ってこねえけど。お疲れ様です。ウーバーイーツです。お疲れ様です。ウーバーイーツです。お疲れ様です。お疲れ様です。ウーバーイーツです。くそ、5軒で止まっちゃったな。結構な平日なるかと思ったんだけどな。てか現金案件だらけ、5軒中4軒現金で、もう1万円ぐらいになっちゃった。お疲れ様です。ウーバーイーツです。お疲れ様です。ウーバーイーツです。
れ様です、ウーバーイーツです。お疲れ様です、ウーバーイーツです。来たわ。また行ったことない住所が来た。屋敷だって。屋敷調べたら、この前行って花咲より遠いって。花咲の奥。マジかよ。ちょっとなんかケンタッキーだけ範囲が広くない？気のせいかもしんないけど、この前もケンタッキーだったしな。遠いよ。まあブーストの終わりの時間ぐらいだからよかったけど、メインの時間にこんなの受けちゃったらたまんねえな。屋敷、いや二度と来たくねえな。屋敷、いやもうケンタッキー受けんの怖くなってくるな。この前の花咲といい、かなりもう大久保だぞ。もうほとんどこんなの、こんなとこまで1000件以上やってきて、今まで飛ばされなかったけどな。だけどケンタッキーだけ範囲広すぎやしないか。何個坂あるんだよここに来るまで。痩せちゃうじゃないか。洋華堂で呼ばれた時に受けるとマックか洋華堂なんだけど、もう天国ルートのマックか地獄ルートのケンタッキーってことになってる。まあダブルチャンスでケンタッキーでも幕張ってパターンもあるけど、めったにないな最近。疲れた。戻るのが大変。ちょっとこっちの方にしようと思う。ここばっかからなっちゃうから。空が真っ暗になってきた。うっすらポツポツ来てるし、最悪。お疲れ様です、ウーバーイーツです。
りは明るいから幕張まで行けば。あくぜー、なんだよ。通り過ぎるだろう、ちょっとしたら。まあこれぐらいの降りなら気持ちいいぐらいだ、むしろ。さっき食いかけだったパンでも食おう。疲れた。今10件で5400円ぐらいかな。今日はブーストあったから単価が高くていいや。お疲れ様です。ウーバーイーツです。これですか。はい。お願いします。あ、フラッシュも。はい。朝日が丘。傾斜 8% ですって。あ、きつ。もう後半だから。足が終わりかけたんで無理しないで。よく見て当てても鬼になるよ。まあ前半からも無理しないけど、やっぱね、坂一発やっちゃうと足がどんどん終わっていっちゃうから、今日だけじゃなくて明日にも明後日にも影響しちゃうからね。ここは無理をせず歩く。こういうとこばっかだな今日も。全然幕張から幕張行ってねえじゃねえかよ。復活した初日だけだったな、ほぼ幕張から幕張っていうパターン。よし、朝ごまで来たから帰るか悩んでたけど、今スシロー来たからスシロー行こう。お疲れ様です。ウーバーイーツです。
お疲れ様です。ウーバーイーツです。チップが1件50円ついてた。もうチップもね、都市伝説的に全然つかねえなって思ってたけど、まあこればっかりは気持ちだから、コロナが収束しかけてる今となってはなかなかチップももらえないのかもしれないね。はあ、疲れたし、ケツが痛え。もう今14件でようやくゆっくりできそうな雰囲気はあるけど、まあどうかな。案外ね、途切れずなってる感じ。長距離が多いから全然リズムは良くないけど、あっちいいけど25度前後ならまだ快適に動ける。この公園いいな、横になれる木のパネルがあって涼しいし、屋根があるから。たまにここ使えば寝れるかもしれない。あんまね、Uber のバッグ持って寝ててもイメージが良くないけど、まあ、ここは人がほとんど来ないような公園だからいいかもしれない。疲れた。あげー、1時間ぐらい無音だった。やっと来たぜ。近くだし、よかったよかった。お疲れ様です。ウーバーイーツです。お疲れ様です。ウーバーイーツです。今日はもう終了。目標もね、1日8000円前後にしようかなと思って、まあそれか8時間ぐらい働いたらもう終わりみたいな感じで。あんまね、だらだら長くやるのも嫌だし、今もね1時間待ちから1件30分待って、待てば1件みたいな感じだったしね。でたまたま今家に近い側が譲ってくれたから、それ取ってで届けて帰ります。17件で8700円ぐらいかな。8000円稼ぎでいいんじゃないの。まで降らないかもしれないから、まあもう一回明日朝起きて天気予報を見て、また明日やるかやらないか決めます。木曜も雨の予報から晴れに変わってたしね。まあそんな感じで今日は終了です。帰って飲もう。夕方気持ちいいな。
もっとなればね、夕方もっとやってもいいんだけど、ならないからね。ああ、風呂気持ちよかった。てか明日休みだと思ってたのにな。はあ、まあいいか。休みは金になんないし、働きは金になる。